皆さんこんにちは、マクログラフです。このチャンネルでは日本一優しいカリグラフィー講座をテーマに、カリグラフィーの書き方やコツを紹介しています。興味がある方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日はいつものハウトゥーと違って、動画によく出てくる言葉やカリグラフィーをやるにあたって最低限覚えてほしい用語9個をまとめました。人に質問するときや、うまく文字が書けないときに何がダメなのかを分析するために役立つと思います。それでは本題に入ります。1個目はニブです。ニブとはペン先のパーツのことで、私は今これくらいしかありませんが、たくさんのメーカーや種類があります。大きく分けると、ブロードエッジニブ、ポインテッドニブ、オーナメントニブの3つがあります。書きたい書体に合わせて使い分けてください。ちなみに、ニブの幅5つ分という言葉をよく聞くと思いますが、そのニブはブロードエッジニブの幅のことを言っています。私の動画でもよく出てきます。2個目はペンホルダーです。ペンホルダーはストレートホルダーとオブリークホルダーがあります。オブリークホルダーはカッパープレートのような傾斜がきつい文字を書くことに適しており、ほとんどポインテッドニブしかつけません。ちなみにオブリークの意味は傾いた、斜めのという意味です。ストレートホルダーはほぼ全てのニブをつけて書くことができます。3個目はセリフです。セリフが安定して書けると、長文を書いた時や作品制作の時に全体のイメージがバチッと決まります。逆を言うと、セリフのクオリティが文字によってバラバラだと、全体で見た時に揃っていない印象になってしまいます。4個目はフローリッシュです。フローリッシュは文字をより優雅に、より魅力的に見せるための飾りのことです。小さすぎると寂しい印象になってしまうので、大きく大胆につけましょう。5個目はベースラインです。フリースタイルな作品じゃなければ、必ずと言っていいほど引くガイドです。これがないと何を基準として書いていいかわからなくなるので、必ず引きましょう。ベースラインを引かなくても、まっすぐ綺麗に文字を書く方がいますが、ただただ尊敬です。6個目は X ハイトとミーンラインです。 X ハイトというのは小文字の X の幅のことを指します。小文字のほとんどが X ハイトに収まります。 X ハイトの幅の決め方は、書体と使っているペン先の大きさによります。イタリック体の場合は、どんなブロードニブを使っていてもペン先5つ分です。ミーンラインというのは X ハイトの上のラインのことを指します。 X ハイトを使う文字はこの14個になります。7個目はアセンダーとアセンダーラインです。アセンダーとは X ハイトから上にはみ出た部分の名前です。アセンダーラインとはアセンダーの上の線のことを指します。この部分を使う文字はこの6個になります。8個目はディセンダーとディセンダーラインです。ディセンダーとは X ハイトから下にはみ出た部分の名前です。ディセンダーラインとは多分もうお分かりかと思いますが、ディセンダーの下の線のことを指します。この部分を使う文字はこの5個になります。ちなみにイタリック体の小文字の F はアセンダーからディセンダーまで全部使うので、少し難易度が上がります。9個目はキャップラインとキャップハイトです。キャップラインというのは大文字の高さの基準となる線のことを指します。キャップハイトというのはベースラインからキャップラインまでの幅のことを指します。イタリック体の場合、ニブの幅 7.5 個分の幅なので、アセンダーの真ん中がキャップハイトになります。最後に今日の動画のまとめをしたいと思います。1個目はニブです。ポインテッドニブ、ブロードエッジニブ、オーナメントニブの3つがあります。2個目はペンホルダーです。これはニブをつけるためのペン軸です。オブリークホルダーとストレートホルダーの2種類があります。3個目はセリフです。このように文字につく飾りのことです。4個目はフローリッシュです。これは文字をより優雅に、より魅力的に見せるための飾りのことです。5個目はベースラインです。文字をきれいにまっすぐ書くための基準線です。
6個目は X ハイトとミーンラインです。 X ハイトというのは小文字の X の幅のことを指します。小文字のほとんどが X ハイトに収まります。ミーンラインは X ハイトの上の線のことです。7個目はアセンダーとアセンダーラインです。アセンダーは X ハイトから上にはみ出た文字を書くための基準です。アセンダーラインはアセンダーの上の線のことです。8個目はディセンダーとディセンダーラインです。ディセンダーは X ハイトから下にはみ出た文字を書くための基準です。ディセンダーラインはディセンダーの下の線のことです。9個目はキャップハイトとキャップラインです。これは大文字を書くための基準のことです。イタリック体の場合は2分の幅 7.5 個分なので、アセンダーの真ん中がキャップハイトになります。キャップラインはキャップハイトの上の線のことです。今回はカリグラフィーをやるにあたって必ず出てくる主要な単語を9個紹介しました。細かく言えばまだまだたくさんあるのですが、最初のうちはこれくらいから始めて、だんだん使える用語を増やしていってください。最後まで見ていただきありがとうございました。疑問・質問等ありましたら、ぜひコメント欄を活用ください。カリグラフィーに関する有益な情報をこれからたくさん発信していきたいと思っているので、興味がある方はぜひいいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。